さっきちょっと話があったのが、ここはあの8階建てなんですけども、ここから上はもう全部その生徒さんたち向けの寮らしいんですよね。でここがいわゆるそのまあミュージックのパフォーマンスができるようななんかこう街道みたいなところですね。ちょっと見ていきます。ちょっとまあいろいろと結構やっぱりこういう設備の豪華さとかっていうのは、さっきまあ基本的にそのベーシックな設備だっていう話だったんですけど、まあ、それでもかなりこう綺麗な。This is Miss Nedra. Thank you. She's in charge of this auditorium. And then also here is one of the music room. That is very expensive. If you know the price, Sandway and Sand, we have two. This is the small one. And we have the big one. Stanley. This is a Stanley. Very expensive. It's expensive. Yeah. Very expensive. Yeah, and then we have the most expensive deck at the back. You can see the back. Can we see the big one, Miss Miss? Yeah, sure. Do you want to see the bigger one? Yeah. Standard. Most of the cookie nut. So. Yeah. The biggest one is very expensive. We will show you as well. もっともっと大きくてこうあの高いのもあるみたいなんですけど、まあ、やっぱりベーシックな設備だって言ってもかなり綺麗ですね。あのさっき言った多分ネクサスともあの全然引き劣らないぐらい綺麗な設備だと思います。すごい。ここが見えますかね。こんな感じでこうものすごいでかいね。こう。いやいや。いやいや。これが全部 LED のスクリーンで、これ全部スクリーンだそうです。そう。でこれが全部液晶になってるっていう。ちょっと触るのはちょっと怖いんでやめておきますけども。This is the most expensive one. でこれがまああの多分これもスタンレーなんですけど一番高いやつで。You can see the brand here. これかなスタンレー。めちゃくちゃ高級な。結構もうめちゃくちゃこれでかいんですよね。ちょっと動画でつながってるかどうかわかんないですけど、ものすごいでかい。でここはあの防音になっててっていう形ですね。まあ。こういう形で本当に自分の好きなことをね徹底的に追求できるようなそういう学校です。勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために毎日やるから合格できる毎日学習会。はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。